独行進の多面隊員は、1981年、陝西省旬陽県東雲門外で発見された。今、陝西歴史博物館にある、陝西出土歴代寺院選編王冠書、三新出版社、1990年4月秋載。材質は、媒成石紙、高 4.5 センチ。間 4.35 センチ、重量 75.7 グラムがある。書体は楷書。18面の多面体の造形は、印学史の中では特殊な実例である。